プローチ3分間でどっちが多くチップインできるか。あ、いい。あ、いいんじゃない？これいい。同点ですね。同点でしたね。同点です。じゃあサドンデス、あ、そうするか、交互で。はい、じゃあ同点だったんでいきなりサドンデスを。サドンデスよ。サドンデスとはサドンデスと、はい、あの、うちにも分からなかったけどはい、引き上げだったから一緒にアプローチしてもう入った方が勝ち、うん、交互にじゃあ、はい、打ちたいと思います。ちょっとラインを変えてね。はい、やろうか。ラインを変えよう。あっちから。はい、じゃあちょっと下り、下りね。はい、じゃあ39ずつで、はい、サドンデスをいきたいと思います。これはもうなんか入れたもん勝ちだよね。そう、入れたもん勝ちだね。3点とかより、うん、これは真剣にやって、真剣に、真剣勝負。さっきも真剣にやってたけどさらにね、さらに真剣。時計気にせずに。あ、そうも、はい、そうだ、時計を気にせずに。時計気にせずにカップのみ、うん、カップのみに。よし、いきます。いきます。
来ました。存在すら知らない。そこを提供してくださってこんなにいっぱいアプローチをさせていただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。でも入ったのは3級でした。でも3級入るのすごいよ。そうかな、うん、すごい。でも確かにめっちゃもうチップインするイメージついた。ついた、うん、だつくよね。つく。こんだけ打ってたらやっぱり感覚、これやってもう何回も早くてもやっぱり感覚が身につくから手の感覚も良くなるし、なんかイメージが出るから、うんうん、こういう練習めっちゃいいと思います、うん、なかなかね、それできないけど、ボールをね、いっぱいやってこういうグリーンとか施設が揃ってるところでもできるし、やった方が絶対いい。絶対いい。ぜひ皆様秘密のグリーンに来れるように来てください。はい、ということでちょっと先に打ったみなみちゃんちょっと不利でしたけど、私優勝、優勝優勝イエーイ、さえちゃん優勝優勝来ました。じゃあこれからちょっとみなみちゃんとラウンドなので、またラウンド動画を載せたいと思います。みなみちゃんもインスタとか結構ね、はい、いろいろやってるから、ぜひ YouTube もやってる、はい、YouTube もインスタもしてるので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。はい、今日はアプローチ対決でした。バイバーイ。いきなりサドンですよ。これは真剣にやって、真剣に真剣勝負。さっきも真剣にやってたけど、さらに行きます、行きます。え、来た来た来た、イエーイ。これさ、勝つよ、これ勝っちゃうよ。最近しかない。確かにチップインするイメージついた。ついた、うん。